はい、だいぶお見苦しい画像、映像だとは認識しつつですね、グローブですね、スキー、スノーボードに使っていたグローブですね、こちらをこれから処分をしようと思って、最後の別れじゃないですけども、記録をしてみようかと思います。5本指のものが2セットと、あとはミトングローブですね、1セット、かなりボロボロで、よくもまあこんなものを取っていたなということで、この2021シーズンですね、つい何ヶ月 10ヶ月ぐらい前の、動画にですね、まあこの使わなくなったグローブもオーバーミトンと合わせて使えば、まあなかなか使えますよという動画を上げたんですけれども、だったら捨てなければいいんじゃないかとか、いろいろこう矛盾点もあるようにも、思えるんですけれども、それはそれでですね、考えは変わりはなく、できるなら取っておきたいんです、こんなボロボロでも。別にオーバーミートすれば全く見た目も分かりませんし本当に最後の最後まで使えるのかなということで、まあ、ただですね、私の部屋もですね、10も20もあるわけでもなく、そんなにいい荷物をですね保管できるような部屋もありませんので、まあ、むしろ あったらですね、あっただけこう、まあ、ゴミというか不要品ですね、不要品というのがどんどん溜まっていく一方なので、ここは思い切って、まあ、思い切るまでもないんですけど、処分しようかなと思いまして、本当にあの毎日のように私の手を支えてくれましたので、かなり愛着は湧いているんですよね。本当に安かったですね、ネットで新品だったんですけど、もう1000円とか1500円とか、まあ、そんなもんでしたね。本当に軍手のような、本当に使い捨てのようなイメージで、購入しまして、まあでもそのイメージ通り、いやイメージ以上にいい働きをしてくれました。本当に毎日のように使ってましたので、できるならこのまた同じものが1000円とか1500円とかで売っていればまた使いたいなというふうには思いますけども、まあ、ただ今度はですね、わりかしワンランク上というかですね、まあって言っても、まあ4、5000円くらいの、せいぜい4、5000円くらいのものなんですけど、それをメインに使いたいなというふうにも思いますし、あとはそうですね、テムレスの新色が出ましたのでね、いつの間にか新色が出ていました。私昨年真っ黒のテムレスを買ったんですけれども、知らない人から見たらですね、もしかしたらあの掃除用の手袋となんか大差ないんじゃないかなと思って、でそこへ、カーキといいますか、モスグリーンっていうのかな、ちょっと正式な名前はわからないんですけど、ちょっとグリーン系の、なんかミリタリー色が強い感じなんですけど、そのカラーが出ましたので、今度はそれを買ってですね、使ってみようかなというふうにも思います。はい、ということで、ずっと本当にこんなボロボロになってですね、もうさっさと捨てればよかったんですけど、最後にですね、画像に収めて、映像に収めて、さよならしたいと思います。感謝を込めながらですね。はい、ということで以上。